浜5大会ぶりのサード。行きたい、マジ行きたい、行かしてくれ。新生か、あるいは予選会組か、あるいはオールスターズか、その内訳になったセカンドステージ、16人が残った。しかし予選会組は苦しんでいます。残った2人は経験者、高橋健二、そして福山義行。いよいよオールスターズが登場してきます。サスケ唯一の解禁賞、ガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリアマネージャー山本慎吾35歳、3年ぶりのセカンドステージだ。さあ山本慎吾帰ってきたが、セカンドステージたどり着いた。しかし3年ぶりということはサーモンラダーは初めてオールスターズの山本慎吾がサーモンラダーに挑んでいる。ここまではいった、しかしずれながらもなんとか上に行く長谷川サービスステーション山本慎吾。行きました、サスケ唯一の解禁賞、97年から出場している山本慎吾。アンステーブルブリッジ60センチの板、さあ長さは1メートル80センチ、山本慎吾が行ってどうだ、着地は足がたどり着いた、残りは17秒を切った。メタルスピン、サスケ唯一の解禁賞、時間がありません、残り10秒を切りました。30キロ、危ない、さあ続いて40キロ、帽子を取った、時間がない、残り4秒だ、50キロの壁を越えてボタンを押した。山本慎吾がサードステージに進出。やっていけたよ、第3ステージ。何年ぶりだ俺。3年ぶりですね。やった、マジか、すげえ嬉しいわ。確かに次の行こう行こう行く、もうね俺の夢叶えて、うん、マジでね、ファイナルステージさ、オールスターズで行くとか。史上最高レベルの7人が揃ったサードステージではありますが、そうやすやすとはファイナルステージの切符は渡さんとばかりに、8つのエリア、まさに8つの関所が男たちをふるいにかけています。2001年春第7回大会ファイナルステージ進出以来、8年半ぶり3回目のファイナル進出はなるのか。帰ってきました、サスケ唯一の解禁賞、長谷川サービスステーションメディアマネージャー山本慎吾が挑みます。6大会ぶりのサードステージ、久しぶりに見る山本のサードステージでの勇姿。さあどうした、外れたと言ったか、今肩なのか持病の肩か、痛いと言っている。ダメだダメだ、ああ落ちろ落ちろ落ちろ、古傷の左肩が外れた。トレナさん、ここで山本にアクシデント。古傷の左肩が悲鳴を上げたか。8年半ぶりのファイナルステージはついえました。全然疲れてない状態でこうやって終わるのって、一番何のためにここまで来たのかな、それが一番もうね悔い残る。